はい、じゃあサイドキックですね。で、サイドキックのポイントは2つあります。何でしょう？例えば、うん、まあ、体の軸をぶらさないように、うんうん、剣と力強さみたいな、うん、正解です。お素晴らしい。本当ですか？やっぱサイドキックってその美しい蹴りになるんですけど、本来はね。ただ、さっきみたいに口に当たっちゃうような感じだとダサいキックにもなってるで、あとは相手を吹っ飛ばせる可能性がある蹴りなんで、だからしっかり力強く蹴るっていう、その2つのコツをちょっと今解説していきます。で、サイドキックの場合は相手に対して横向きになります。こっちの反対の足を寄せる、こう寄せてパンって、この時に勢いをつけて、おやー、大事なところですね。まずはきれいに打つために大事なところ、水平に、まあ、水平以上っていうかな、うん、に足をこう伸ばせるかどうか、伸ばす、ね、水平に伸ばす、これ結構大事です。そう、そのためには、重心がね、こう前に行かないように、ちょっとこの気持ち軸足の方にちょっと乗せる、こういう状態。あとは蹴る瞬間にちょっと引けるとかっこいいです。こういう感じでパンと蹴って戻す。で、置くと一番理想的です。1、2、3、4。よっ、しっかりジャンプしてもらって。そうそうそう。あ、いいね。そうです。左手はもうガードしちゃって。よっ。だから、体ちょっとな斜めに傾けちゃう。その代わり、傾ける代わりにも右足を引く。そうそうそう、その時に左足をピッて伸ばす。折れましたいや、ダメだ。ちょっとその上げた状態で今キープしてもらっていいですか？そう。で、この時に足を相手にこう向けちゃうんですよ、この時に。そう、こういう状態で。で、なおかつ引く。グッと引く。で、ここでズバンって打って、また引いてから戻す。だからずっとこの重心をキープ。ここでキープされる。威力もね、乗せていかなきゃいけないから、グッグッ、グッ、引っ張られたじゃなくて、何者かに。戻せないですね、うまく。なんかこう。そう、だから重心はね、かなりこっちに寄せとかなきゃいけない。力を残して。そうそうそう。あー、どうされました？あ、でも壁作ったらなんとなくやりやすいかもしれない。蹴りながらやってみるか。そうだね。もう1、2、戻す。できることなら蹴る足と手が一緒に。ほらほらおいで、見たことない新しい景色、絶対に見れるのなぜならば。よし、オッケー。よし、ちょっと形になったかな。しました。じゃあちょっと一回休憩挟みましょうか。はい、じゃあ最後はミドルキックのレンゲリです。自分が思う、まあ、レンゲリの秘訣っていうか、これが一番大事だなって思うところは、まずはサイドキックと同じように力強さ、速ければいいってなっちゃうと、もうこれでいいわけだから、これでいいわけだから。だから速さっていうよりは綺麗さと強さ、これをちょっとキーワードにやっていこうと思います。はいはいはい。さあ、じゃあどうしたどうしたなんか地球が攻めた。はい、いきますよ。お、なんだっけそれ。あ、殺してる。初めて待ち君たち。終わりました。はい、じゃあさっき言ったように、フォームの綺麗さと、はい、一発ずつの力強さ、ね、力強さ、はい、はい、これを重視してちょっとやってみたいと思います。はい、いきまーす。まあ、この感じでちょっともうちょっとギアを上げると、って感じで、うん、
応スピードも出せると。じゃあまず南流のやつ蹴ってみましょうか。はい、OK。今自分が蹴ったやり方を説明すると、蹴るときは全身を伸ばす、グッと伸ばす。でこの伸ばした後に一回ジャンプする。ポッと。そしたときに左足のちょっと後ろに右足を置く。でこの状態でまた伸び上がる、伸び上がる。これを繰り返す。伸び上がる、ジャンプ、伸び上がる、ジャンプ、伸び上がる、ジャンプ。これを繰り返す。伸び上がる、ジャンプ、ジャンプ、止め、違う、蹴るときに飛んじゃう人結構いるんですけど、伸び上がるだけで戻るときにジャンプする。打ったら近くに曲げちゃっていいよ。そう、ジャンプして、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、プー、そうそうそう。で曲げて、で伸び上がる、伸び上がる、戻るときにジャンプ、戻るときにジャンプ。で背筋は伸ばす、ジャンプ。そう、いいね。ジャンプ、ジャンプ。ここはね、固定しとく。頭から上半身全部固定、固定して、足だけこうやって、足だけこういうイメージ、こういう。そしたらじゃあ俺が支えとくから、自分がやったようにこれやろう。で戻るときに飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ。え、待って、すっごい下手くそ。7、伸ばす、ジャンプ、伸ばす、ジャンプ、伸ばす、ジャンプ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 。行き先はジャンプしない。違う、もうこれ難しい、本当に難しい。私的にはあのさ、自分の姿を見ながらやってみる。結構それでね、バランス取りやすい。あ、そしたらこっちの足でケンケンするイメージ。蹴ってケンケン、蹴って、そう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 、あ、蹴って、ケンケン、そう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 、ケンケン。めっちゃなんかイメージ的には入ってきたんですけど、これはできる。トン、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 そうそうそう、これやってるだけだ。なるほど。ダン、ダン、ダン、そう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 。最初にケンケンしちゃってるけど、行くときにしなければ完璧かな。やったまって。これはちょっときついかもしれんな、これ私。作戦変更しようか。これ多分日が暮れるわ。日は暮れてる、暮れてるか。よし、わかった。今のやつをやろうとすると、多分相当バランスのスキルが必要となるんで、ちょっと不本意なんだけど、もう完全にこの目標から横向きになろう。横向きにして今のやろう。今多分こうやったからちょっと難しかったんだと思うんだけど、こう抜いた状態で、そう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 。あ、なんか決定ジャンプ。え、どうしよう、私、はい、ランゲリング無理かもしれない。待って、いや、弱るの。こっち固める、そう、固める。さっきサイドキックとかで固める。なるほど。でこれ以上ぶれない。はい。で蹴るときにこれで舵取る。よいしょ、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 肩上げ、そう、よいしょ、肩上げ、よいしょ。で戻るときにジャンプ、よいしょ、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 ジャンプ、よいしょ。はい、スピード上げる。はい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 、はい、はい、以上。お、いいんじゃない。結構変わったでしょ、今。俺もちょっとね、気持ちが折れかかったけど、ちょっと兆しが見えてきたね。ちょっとタルカスが倒せそうな兆しが。明日って今さーっていうところまで来たね。もうちょいですね。生きてるんだ今日もさあ、生きる手と手、光の方へ、みんなの夢は私の幸せ、あ、きっとどこにもない、あなたしか持ってない、そのぬくもり
で私は最強。みなみさんね、かなりもう汗びしょびしょでめっちゃ練習したんですけど、結構手応えどうでしょう？いやちょっとこの本番でしっかり教わったものを出せるかどうかってね、めちゃめちゃ不安ですけど、染みついたものは身についたものは少しはあるかなと思うので、本番で試してみたいと思います。よし、やってみよう。イエイ。せーの。はい、ようやくこの時間がやってまいりました。今回の練習の成果をたっぷりと出していただいて、採点の方に参りたいと思います。さあ、じゃあフックからやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。最初のフックの練習からかなり時間が経過しているので、ちょっと忘れているなっていうところが多々見受けられるんですが、でもそれでもね、かなり良くなっています。はい、なので点数ですけど100点です。やったー。意識が全然違いました、うん、足とか振り方だったりとかを、はいはい、教えていただいたことは、うん、自分の中に入りながら動こうとしてる意思が違かったので、なるほど、はい、やっぱり強さも変わったと思います、うん、はい、じゃあサイドキックの方やっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあめっちゃ溝入った。いや、めっちゃ痛い。いや、お、100点。本当にそういうもんですか。いや、めっちゃ強かった今。あのね、どこが入ったかっていうと、感触分かんなかったですか。あの、かかと入ったでしょ。かかと入りましたね。めっちゃ、結構えぐれた。あー、なるほど。いや、結構これ今、多分俺じゃなかったら地面が入ってる。さあ、問題の連携です。今日5時間ぐらいやってますっていうのは冗談ですけど、ただそんな感じだよね。でも結構そのレベルで練習させてもらいました。はい、ミドルキックの連携ですけど、これはちょっとね、100点。あー、泣けなしの100点、ありがとうございました。まあちょっと本当に反省点めちゃめちゃ多いんですけど、まあ最初のね、フックとサイドキックに比べると、まあビビたる変化なのかなとは思うんですけど、まあ 手と足の伸びだったりとか、あとはそのまあ体幹のね、安定性ですかね、そこは多分最初よりは良くなってると思うんで、これを続けていけばかなり変わっていくのかなっていう感じだと思います。はい、はい、最後のジャンプをしたいと思います。行きましょう。はい、せーの、それ。兵長、今日の私どうでした？全然なってない。すべてやり直せ。全然似てねえ。お前がやり直せ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日どうでした？なんか改めてまた課題がたくさん見つかって、できるところまでやりきれなかったかもなってところもあったんですけど、サイドキックが思った以上にこう評価をいただけて、すごい嬉しかったです、うん、楽しかったです、うん、センサーだよね。あ、本当ですか、うん、あ、まあ、調子乗るんで、あんまり、まあ、私だけだ。あ、はい、普段はどんな感じで練習してます？あ、ここで、ね、あ、そこ、まあ、知ってるけどね。うん、確かに知ってるけど、見ているんですけど、見てもらってるんですけど、いや、ここで、そうです、来た時は正直、ジムって、私はここに入った理由っていうのが、普通のジムに行っても
こう個人プレーというか自分でこう突き詰めていく感じなのかなと思うと、もしかしたら続かないかもしれないと思ったんですね。でもし可能であれば和気あいあいとみんなでこうよし頑張ろうって言って、じゃあ筋トレしようとか、パンチやろうとか、そういう風になる場所があったらいいなって思った時に、すぐ近くでスマイルキックさん見つけて、でやっぱいざ入ってみたら、スマイルキックなだけに皆さんすごくなんかお優しい方が和気あいあいと一緒にトレーニングしてくれる方がすごく多くて、人に会いに来てる感覚もあります。自分が頑張りに来てるっていうのと、今日は誰がいるかなと思って、誰と一緒に筋トレやろうかなとか思ったりできる時間があるっていうのは、私にとってはすごく楽しい時間になってますね。ありがとうございます、ね、はい、なんかね、噂によるとファンクラブに持ってきたってことでね、それが現在1人、はい、1人いらっしゃいます。年会費はいくらになりますか？2500円ぐらいで、安いなやらせていただいて、コストコ、はい、コストコ低コストでなるほどやらせていただきたいと思っているので、はい、特典は盛りだくさんです。よかったら、はい、見ててください。はい、こちらまで、はい、お願いします、ね、はい、南さん今日はお疲れ様でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。